多分水分のない陸地でも倉庫のディスクを護衛できるように。フルーファイターズ、私のことを呼ぶならそう呼べ。つまり知性はビッグバンより先に存在していて。まずい、あいつ先にディスクをどこかに隠す気だわ。もうディスクは諦めよう。私たちの最優先は監視の体を守ることだ。なんて女だ、無茶な。そんなことをこの私に。今の叫び、そのミジンコ野郎を倒すにはそれしか勝つ方法はない。このディスクを別の場所に隠してからゆっくり聞くつもりだったが、まあいい。そのディスクを集めているあいつの目的と理由を。面白いやつだ。私は自分の能力を全て理解して弱点などない状況を作っている。糸でスタートさせたトラクターのエンジン音が聞こえなかったような。決してそのディスクは私の。知恵比べはジョリーンの勝ちだ。ディスクはもうお前のものではない。ジョリーン、何やってんだ。水をあげるわ。自分が存在しているというその信じられる恩のために命を懸けていた。奴は利用するために都合のいい情報だけを彼に与えたのよ。私の父のディスクを取り戻したいだけ。そして私の負けだ。完璧に見つけたわ、ついに。これはスタープラチナ。あそこの明かり窓から飛び降りたらさ、死ぬと思う。この指はもう部品として使えないな。生活するってあんた、あれ、二人とも腕から血が出てるわ。コップで飲む訓練してからの方がいいな。コップ、いくら強いスタンドでも素質が合わないとディスクに体が弾き飛ばされる。よほどすごい秘密なんだろうね。秘密。記憶の方のディスクはいずれ必ず取り戻す。FF、撃たれないように手を挙げるの。ただの餌だった。娘は丈太郎を引き寄せるただの餌で。それほどまでに行方不明の囚人のことが心配ですか。私はここに収容されて、かつての自分がいかに愚かだったか気がつきました。そうなると人と動物の違いとは一体何か。せっかく完成した1個目の種を間違ってかじってしまうとやばい。はあ、性悪な本性は治らない。はあ、 FF に隠させたってどういうことだよ。一番安全よ。確かに。でももっといいのは。そのコップをベンチの上に戻すんだ、今すぐ。腰引っ込めてよ。もうちょい。失礼、誰？100ドルって？私はミラション。やろうぜ。あとたった13回だ。あんたは黙ってて。こいつは乗るべきだ。むしろラッキーだぜ。足りない分は私が貸す。面会や電話が解禁になったって。順番を手に入れるのにも金が必要なんだぜ。すでに始まったってことね。でも距離が近すぎたり。あぶねえ。1秒。バカ。どうだ、100回だぜ。グッド。聞こえなかった？1000ドルかけようって言ったのよ。マジか。賭けを続けたいなら他は私がやるぜ。グッド。もうすぐ10秒かも。エリメス FF。 運動時間は終了だ。5秒。そう納得させる。私をじゃなく自分自身。懲罰貿易は覚悟してもらうぜ。くしゃー。私はただ見てるだけ。
何もしないし何も考えない。